リーガーエスパニョーラリーガーエスパニョーラ1943の1944この項目では1943から1944年シーズンのリーガーエスパニョーラについて述べるリーガーエスパニョーラ1943の1944はスペインのプロサッカーリーグリーガーエスパニョーラの13回目のシーズンである1943年9月26日に開幕し 九百四十四年四月九日に閉幕。バレンシア CF が二年ぶり二回目の優勝を決めた。バレンシア CF、レアルマドリード CF、アトレティコ、アビシオンセビージャ CF デポルエ・ビルバオ・アール・オビエド、RCD ・エスパニオール・バルセロナ・カステリオン、グラナダ CF ・サバデル・アール、ソシエダ・セルタリーがエスパニョーラ十三4九百四十四のクラブチーム所在地。 アトレティコデビルバオが名門健在をアピールした作機とは打って変わり、今期は内戦後の新たな波の代表格であるバレンシア CF とアトレティコアビーアシオンが作機の低迷から抜け出し、序盤から終盤まで一貫して優勝争いの戦闘を走り続けた。バレンシア CF を二度目の優勝に導いたエドゥアルド・クベルス監督。写真は現役時代の1 9二十年のもの。 対抗馬としては、オコネる監督が2年目を迎え、優勝を狙える安定感、継続力を持ったチームへ脱皮を図っている、途上のセビージャ c f 作機同様の守備力で負けないサッカーを展開する、CD カステリオン、内戦前の攻撃力が新世代によって再生された、レアルオビエド CF、などであった。しかし、いずれのチームもまだ総攻力で優勝に手が届く、段階に達してはいなかった。 バレンシアは第3節から5連勝を含む10戦無敗で首位を獲得。当時は CF、バルセロナや王者ビルバオも高位置につけており、ビルバオはこの無敗を第13節で止めている。だが崩れないバレンシアはそこから5試合無敗を記録、取りこぼし続ける2位以下集団と差を広げていった。第18節でアビアシオンが直接対決で勝ち独走に待ったをかけるが、 それでも、なお勝ち点差は4。3位以下にとっては、さらに過酷な差だった。第19節からの3連勝を経て、バレンシアは、第23節で5位オビエドに敗北した。が、2位アビアシオンとの勝ち点差は5まで広がっていた。大手をかけたバレンシアは、2年前に初優勝を決めた、約束の地、メスタージャ20位 CD サバデル CEF を迎え、 これを2から1で下し2節を残して、自力で優勝を決めた。2位やビアシオンも含め、性能の違う、新型航空機に誰もついていけなかった、そのようなバレンシア2度目の優勝だった。相手より多く決めて勝つ RC、セルタでンゴ、失点を抑える、守備的なサッカーの RC デポルティーボデラコルーニャ。このガリシア州の領有は、互いの良さを失い斐に沈んだ。 まずセルタに関しては、自慢の攻撃力を支えた選手の遺跡などで、戦力ダウンし、得点が、リーグワースト23、勝利数ワースト2勝では再開降格も、当然だった。自分たちのサッカーを失った後の、次の選択肢がないセルタは、第4節以降一度も再開から抜け出せず、第22節で入れ替え選出場も消え降格が、決定した。 デポルもバリニョ監督の退任で、得意の犬種型サッカーが失われ、失点数が64と急増。攻撃力も依然低いため、残留争いから逃れる術はなかった。開幕4連敗、第6節から4試合未勝利などで、セルタの悲惨さに比べればマシだったが、入れ替え戦圏内へ定着した。より困難な他チームに昇格組、レアルソシエダがあった。 コパデルレイ準優勝2回の実績で初年度10、チームに名を連ねた名門は2年前と同様昇格後わずか1年で落ちた。開幕8試合未勝利の後、中盤戦から終盤にかけてはア、アシオ温泉の禁制、第17節から3連続ドローなど抵抗を示し、最低でも入れ替え戦圏内はキープしていたが、それも第20節までが限度だった。第21節に、 上位セビージャに0の4で大敗すると、6連敗で一気に13位へ突き落とされた。勝ち点2差の12位デポルトの対戦成績により、一節を、残して13位での降格が決まった。エスパニョールの共同監督に就任したピトスプラット。1929年にはリーが最初の得点者となり、今回はチームを自動降格の危機から救った。 同じく名門の RCD s パニオールも昨年に引き続きシーズン途中の監督交代を余儀なくされた。連勝が1回もできず4試合5試合未勝利を重ねたため、今季も入れ替え戦出場の11位から12位が状態化し、また R ソシエダの破綻が始まるまで13位に落ちていた。これが彼らの今季最悪の時期だったが、しかし第22節に敵地ラスコルツで 宿敵バルサを3から1と下したことで、チームは覚醒した。R、ソシエダデポルと、入れ替わり11位に浮上すると、今度はサリアで7から0とデポルを大破、当該対戦優位も確保した。続いて、敵地で3位のセビージャに2の1で勝利し、自動残留権の10位に到達。さらにホームへ戻って、グラナダ鬼のゼ0で下し4連勝、入れ替わりに、 サバデルが11位に転落した。すさまじい回復力だったが、しかしエスパニオールは自動残留を確定できないまま最終節を迎えた。第25節終了時点で、12位デポルは勝ち点19で12位入れ替え戦意気が決定。勝ち点24で9位のグラナダ、勝ち点23で並ぶ10位、エスパニオール11位サバデルが、 最後の一枠を回避するための戦いに臨んだ。まずグラナダは昨年同様、すでに目的を失ったセルタをホームに迎え5から2で、大勝、自力で残留を決めた。そしてエスパニョールは敵地で2位アビアシオンとサバデルも敵地で12位デポルと対戦した。サバデルはシーズンを通して苦しんだが、監督交代後はアビアシオンに4から1で勝利、 オビエドと3の3のドロー、5から1でビルバオに圧勝、そして第25節には、同州の名門バルサを本拠地で3から2で下すなど、奇跡の予感を手繰り寄せていた。この最終節でも得点ゲンデルピノが、前半だけで2点を奪ってリードし、入れ替え戦に、気持ちが向いているデポルを圧倒。エスパニオールも13分に、ジュンクサが、先制点を決めるが、27分に、 アメストイに同点にされてしまう。後半に入り54分、サバデルはデルピノがハットトリックを達成し、勝ち点に上積みは決定的となった。対するエスパニョールは79分アレンシビア81分、タルタブルと連続失点し1から3とリードをされた。88分にはデルピノが自身とチームの4点目を決め4から0と大量リード。 そして、両会場で、カタルーニャ勢にクラブの争いの決着を告げる笛が、なった。エスパニョールが11位で2年連続入れ替え戦出場。サバデルはビルバオも抜いて11位から9位に浮上し、自動残留を決めた。プリメーラディビシオン11位の RCD エスパニョールが、セグンダディビシオン1943から1944.4位の、クルブデポルティーボアルコヤーノと、 中立地バルセロナで対戦した。RCD s スパニョール VCD アルコヤーノプリメーラディビジオン12位の CR デポルティーボデラコルーニャがセグンダディビジオン1943から1944.3位のクルブデポルティーボコンスタンシアと中立地マドリードで対戦した。CR デポルティーボデラコルーニャ VCD コンスタンシア。ありがとうございます。